これから私たちが提案した歩くの発表を始めます。で、疲れる、辛い、めんどくさい、歩くってこんなイメージかわいそう。赤ちゃんの私が初めて歩いた瞬間、幼稚園、小学校の遠足、嬉しかった、楽しかった思い出。あんなに歩くのが楽しかったのに、今ではみんな自転車や車、バス、電車、飛行機など楽に移動できる手段を迷わずに選択してしまう。現在ガソリン価格の高騰やエコが叫ばれ、世界中でさまざまな知恵が絞られている。人間が楽をするためのものに知恵を絞り、地球を守るのではなく、人間自身の考えを変えていかなきゃ本当のエコとは言えないんじゃない。私たち人間の生活の中で必ずやってしまう行為、歩く、その特性を生かし、人間の五感である視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚と照らし合わせ、高校生の一日を通して歩くことを楽しくデザインしてみます。朝だ、うわやば遅刻だ。今日の夜ご飯はうどんだからいっぱい歩いてきなさいね。提案1、触覚で歩く。この靴は中に食材を入れることができるのです。今日の家の夜ご飯はうどんだから、うどん粉と水を入れておきます。数十キロの人間が一日中歩き回り、靴の中の食材を踏みつけるわけです。学校が終わり家に帰る頃には素晴らしいコシのうどんが出来上がっているはずです。うどんの他にもお餅、すりごま、ジャムなど使い方はいろいろ。中はしっかりとした構造になっているので衛生面もバッチリです。行ってきます。しおり、おはよう。おはよう、エリー。あー眠いね。今日もなんか食材入ってんの？うどん。いいな。じゃあ今日もいっぱい歩かなきゃね。それにしてもさ、しおりのステッキ素敵だよね。いいべ、これなかなか売ってないんだよね。提案に、聴覚で歩く。老人や外国の紳士、怪我をした人が使っているイメージのステッキ。そんな素敵なアイテムをみんな忘れていませんか？本来のステッキは足をサポートするためのもの。しかし私たちの考えた名付けてステキは、足音をサポートするためのもの。単調だった足音のリズムにもう一拍付け加え、自分なりの楽しいリズムを作り上げましょう。提案3、嗅覚で歩く。このステキには自分の好きな匂いを忍ばせることが可能です。車に乗っているほとんどの人がカーコロンを選んで置いているはずです。だったら歩いている私たちになって、そんな選択肢があっても良いのではないでしょうか。通学の匂いは美味しいドーナツの匂い、デートの時は爽やかなフルーツの匂いなど、お好みでセットしてください。これで自分のお気に入りの素敵が完成し、まるでペットと一緒に歩いているみたい。この素敵をつくことにより、中の匂い玉の香りの空気が上に押し上がり、上の穴から香りが放出するのです。今日は阿弥陀道で学校行くべ。提案4、視覚で歩く。歩道に阿弥陀くじがあったら楽しいと思いませんか？この阿弥陀で今日一日の運勢を占ってみたり、そこの道を曲がりたいのに全然違う道に行っちゃったり、朝からハラハラドキドキの連続です。この阿弥陀道は夜になると電飾されて綺麗に映し出されます。カップルのデートスポットにもご利用ください。今日も学校終わった。疲れた。あの先生話長げんだず。だずね。じゃあ明日学校で。バイバーイ。バイバーイ。ただいま。おかえり。いっぱい歩いてきたか。うどんいい塩梅にできたべか。さあうどん出してみて。はい。はい、はい、提案後、味覚で歩く。今からうどん作っから。朝、靴の中に入れたうどん粉はこのように見事なうどんに変化しています。
いただきます。やっぱり足見うどんは美味しいね。いっぱい歩いてくれたおかげで美味しいうどんが食べられたわ。これからはお母さんも車使わないで歩くようにしよう。さてと、明日もいっぱい歩こうっと。こうして歩くことを楽しむ高校生の一日が終わります。私たちが考えた歩くをあなたの五感で感じることにより、日々何気なく歩いてしまっていた、歩かされてしまっていた苦痛の日々を楽しく前向きに進むことができるのです。触覚で歩く、食材を入れた靴で歩くことにより美味しさを踏みしめる。聴覚で歩く、新しいステッキ、指摘によって足音のリズムを楽しく。嗅覚で歩く、指摘に自分の好きな匂いをセットしてペット感覚で楽しく。視覚で歩く、阿弥陀道に自分の運勢を任せてみるのも。味覚で歩く、自分が歩いて作ったうどんって超おいしい。ガソリンの値段なんて気にしない、これぞ究極のエコ。みんなの五感で楽しく歩こう。せーの、歩くって楽しい。これで私たちの発表終わります。で、ありがとうございました。池田先生、あの一次審査に比べてね、決勝大会は非常にこう発展した提案になりました。非常にいいと思います。ありがとうございます。工夫をですね、工夫したところは、あのこの素敵なんですけれども、中高校生を対象とした今回の提案なんですが、小学生も子供も大人もみんなが使える素敵にしたいと思って、この上を外せるようにして、でこれの違うバージョンがこういっぱい売っていて、それでなんか誰でもこの素敵を使って歩けるように工夫しました。長澤先生、うどん食べると思わなかったんですけど足で踏んだうどん美味しかったですか？美味しかったですありがとう、ありがとうございました。すいません、はい、あの私たち高校生から審査員の方に質問したいと思うのでいいでしょうかありがとうございます。と、審査員の皆さんは、私たち高校生は1日何歩ぐらい歩いていると思いますか？1万歩ぐらいかな。正解です、ありがとうございます、はい、と私たちは1週間この万歩計を使って歩いてきたのですが、2人の万歩計を見てみたら1日約1万歩歩いていました。それで今日この時点で5509歩歩いています。この提案をきっかけにして審査員の皆さんも楽しく歩いてください発表は東根工業高等学校、歩くでした。ありがとうございました。ありがとうございました。